11月26日木曜日朝6時45分のホームポイントはかすかなオフショアが背後から吹いてますね。海には筋のようなうねりがないことはないという程度で、ほぼフラットといえばフラットですね。今日も海猫の集団が元気に正面飛んでますね。今日も朝焼けがこれから日の出を迎えるので、この灰色の雲が真っ赤になっていくんですよね。ホームポイントの右もほぼ無風、かすかなオフショアで筋のようなうねりは見えますが、ショアブレイクですね。ほぼフラットといえばフラット。海猫うるさいな。車の温度計は11度を指してました。風はかすかなというよりは今しっかり緩いオフショアが吹いてますね。海には今いい感じのうねりが、サイズはありませんがいい感じのうねり入ってきてますね。これが今の現時点の最大のセットですかね。ブレイクはしませんが、お、どうだ、いけるか、伸びますね、伸びて伸びて、結局はショアブレイクですね。さあ今日どうですかね。わあ、朝焼けが見事です。来た時よりも確実に赤が増しています。